ちは、今ちょっと仕事でですね、トルコに来てるんですね。で、イスタンブールの、新しい空港にいるんですけど、今からちょっとトルコの国内線に乗って、イズミールというところまで行きます。ちょっとそこで仕事があるので、行ってきます。トルコは今一応検査なしで入れるところで、でまあとりあえず昨日トルコに入ったんですけど、特に何もありませんでした。で、例えばそのみんなマスクしてる感じなんですよね。マスクしてください、なんか飛行機でも言われるし、到着した時にも言われる感じで、ほとんどの人が空港ではマスクしてる感じです。で、人も今はまあまあいるんじゃないですかね。今こんな感じなんですね。で、こんな感じ。ね、ここがその国内線のそのチェックインカウンターなんで、とりあえず今からちょっとチェックインしてこようと思います。手荷物としていつも持っているスーツケースを機内に持ち込めるやつ大丈夫なんですけど、今はまあこんな状況なので、この荷物は1個だけ、手荷物は必ず1個だけっていう感じになってるんですね。で、それをちょっと事前にチェックしておいたので、まあカバンできるだけ汚したくないんですけど、日本みたいにその何ですか、こう袋で包んでくれてとか、そういうサービスは海外にはないので、まあ、ないというかお金出さないとやってくれないんですね。ラッピングで傷つかないようにとかっていうのはやってくれないので、なのでとりあえず事前にこの洗剤紙ゴミ袋に一応これ持ってきてカバンで使うようにしました。なのでまあ、TK のターキッシュエアラインズ TK はとりあえず荷物1個までっていう感じらしいので、まあ1区間ごとにこの袋が1枚必要な感じですね。だからまあ何ですか、スーツケースなるべく汚したくない人はとりあえずこういう、まあ何でもいいんですけど、袋を、まあ、ラッピングサービス使ってもいいですけど、まあ、お金をかけたくない場合はゴミ袋なりなんなり持ってきて、でそれを使ってまあ、預け入れるっていう感じにするといいと思います。ではとりあえずこれからちょっと中に入っていこうと思います。TK の国内線のラウンジです。ちょっとセキュリティからは歩いて、ゲート G6 の近くにあります。で、その搭乗ゲート、搭乗の階の下にある感じですね。で、下に降りてで入る感じです。中はこんな感じ。まあ結構ちょこちょこ人がいる感じで、食べ物とかはほとんどないですね。で、あっちの方にこうキッズスペースがあって、で飲み物がこう大量に置かれてる感じで、もうすぐこんな感じで、ゲートが見えてるんですね。だからラウンジで、
あの直結でこうなんかとりあえずバスに乗ってこう行くようなことができるようになってます、ね、ここにテレビがあってとかこんな感じのラウンジです。まあ多分本当だったら、ね、あの人がもっといるんでしょうけど今は少ない感じですね。でとりあえずここで、出発まで待つ感じですかね。
はい、とりあえずあのイズミールに着きました。で今荷物あの来るの待ってるんですけど、誰もいないですね。こんな感じです。ここで来るの待ってるんですけど、まあこんな感じ、本当誰もいないです。とりあえずあの壊れてないこと願います。これに乗られてきました。ああ、よかった。とりあえず、あ、袋破れてますけど、まあ、無事みたいです。はい、よかったよかった。はい、じゃあとりあえずこれからあのクライアントが待ってるので、とりあえず待ち合おうと思います。